なんてなんて、うん、なんか予言しよったよ今、うん、絶対なんかあるから今日。え、今日朝からもうやけどして、うん、ここで思いっきりここガンって打って、うん、やけど ちなみにどこなの？ここ指、めっちゃ痛い。それは何で？お湯沸かしよって、こうやってやかん入れようと思ったら蓋が開いて熱ってなったで、手めっちゃヒリヒリする。右の肘、親指のところ下やられて。長くない？ここめっちゃヒリヒリするね、ここ。いやあ、皮ベロンベロンやな。でもな、冷やしたらな、バンって聞いたからな。とりあえず、とりあえず放置したの。うん、湿布貼っとくわ。湿布っていい？いや、やばいと思うんだよ。冷え浸？冷え浸の方がいいな。タイピングに支障が効かんかった。今日絶対なんかある。なんかある。なんかある。絶対なんかある。オッケー、オッケー。その私ちょっと予言な。予言な、これ予言動画な。うん、で何もなかったら今日夜何もなかったよって言うわな。オッケー。うん。オッケー。くそ。じゃあ鼻水かんでいい。手動でくしゃみ出しとっか。ま、ごめん。手動でくしゃみ出しとった後やからさ。でも一回自動で出てんで。これ何の動画か分かる？分からん。覚えてる？朝手を打ちました。肘も打ちました。そうそう、何かあると予言をしておりました。なんか私今日思いついて、いろいろなんか今日の私おかしいね。いやでも今日の決定事項はかなり素晴らしい内容となっております。そうなの？それは何かこの予言が、この余地が設定。花ほじりよるやつを映して喋らんといてくれるかな。え、ほんま、あのフルモザイクでお願いします。何やったっけ？予知しておりました。なんかあるで。そうだね、今日なんか調子よくてさ、うん、うん、気分悪いも言ってないやろ。薬も飲んでないまだで、さ、編集も3本は取ってさ、ノートも2個書いてさ。分かった、じゃあ朝お前はいろいろぶつけよう。あ、そしたら1日調子よくいいかもしれない。泣いちゃう。モザイクでお願いします。この前さ、一生懸命こうやって喋ったらさ、化粧品の置いとるとこでガーンって打ったよ、うん、あの日も調子よかったよ、ね、やっぱなんか打とう。結局、うん、毎朝確かにでもいいんかもしれない。なんかあざが増えてた時ってなんか思いついてる気がする。やんな、なんかな、うんうん、だから他のこと考えとうから怪我するやろ。であと誰かに多分説明するとかなんかするときに身振り手振りが大きければ大きいほど多分ぶつけとうから。でもそれって何か思いついてるわけで。何を笑ってんねん、何を笑ってんねん。ほら俺がしっかり説明してあげとんのにな、はい、何かしらの理由をこじつけてあげとんのに。今日カッコおかしいねんから映さんといてくれる？今日カッコおかしいやろ。やめて、おかしい格好にしようと思って、うん、なんかだって後ろのその T シャツのデザイン見たいのにそれを隠すデザインやからな。何笑ってんの？やめてあげ。でそこ隠してんのに膝とか丸見えやからな。もうそれ電話しよったらここ、こうやって破ってまうっていうな、うん、じゃあそこじゃないでお前が破っとったの。ここか。違う、ワッペン外しよった。ワッペン、ここここめっちゃ外れてる。それ電話しよったらさ、ここ鼻外しよった。それ外しよった。それ私さ、手動かさな折れんの。いや俺ちょっとそれ外しながらイライラしとった。おえんの手動かさな。おえんの岡山広島使うな。私なんかしながら手動かさな。おえんの。おえん言うな。だからタイピングしながら喋っとかな。おえんの、うん、おえろおえ天下ばっかしやがってこの野郎。はい、あんたらもう9時過ぎてますよ。てか10時来ますよ。寝なさい。はい、おやすみ。なな背中、ほらモザイクかけなあかんから。